大富豪は本人登場しないけど、南沢ここはここですから大ヒンによろしく。やばい、危ない。大ヒンに大ヒンにポキポキ。うん、爪割れた。私にエセは通用しない。今日の枯葉はどうでしたか。確かにボンジュール。大ヒンミ、ヒンミとね、大ヒンミ、まあ、ヒンミの方がいいよ。うん、そうだよね、全然。今日のブログも、お、よかったよかった。よし、じゃあ成りすまし券でも使っちゃおうか。アーカイブを見てください。成りすまし券使っちゃおうか。え、一回使ってみようかな。どんな感じなんやろ、使ったら。じゃあ今日は首をぶん回しました。え、そう、治ってないのだから本人登場しないの。本当だ、な、すごい、すごい、すごい、なし。あ、そういうことだね、そういうことや。だから、そういうことか。大富民で、大富豪券使ったら、感度が良くなって、そういうことか。ってことだよ、もらいたいですよ。だから、大富民から大富豪になる可能性があるってことだよ。え、大富豪が2人ってこと？そう。え、大富豪が2人ゲームの中にいるってこと？熱い。超熱い、ありがとうございます。じゃこれ使ったら勝てるかもしれないってことだよ。大本になる。ありがとう。え、じゃあ同じだね。ハワイ、今ハワイ。違くないだって。教えて。あ、ジェニーと、そうなの。見送りだとスコバネル。ああ、じゃあ今度行ってね。4人ですよね。シャッフル。え、でもバレるかな、そしたら。交換してないとナリスマ試験使ってるなみたいな。バレるよ。バレる。だってナリスマ試大大富豪みたいな書いてある。そうだ、書いてあるの嬉しいんだ。え、なんか使ってる人いて書いてあった気がする。え、じゃあでも一回やってみるの。うん、これで大富豪になるわ、頑張って。うん、めっちゃ楽しんでますよ。え、対戦相手一人しかおらへん、レナの。え、やばいじゃん。2対ってこと？1対1誰かやって、あと2人。え、急にさ、誰も大富豪やんなくなるよね。あと2人来て、熱い。あ、暑くない？あと一人来てー。この辺はマジで暑い。聞いてないよ、これ。あと一人来てよ。あ、マジけ。今日も私はお家に一人なんですよね。どういう気持ち？なんかね、めっちゃね、マジ絶対勝つから。ママもお家にないし、妹もお家にないし、もう何をしようって感じなんですよ。いや、大富豪乗ってるいないの？急にね、昨日もいなかったの。だから友達呼んだ。そうなの？じゃあ私が泊まり行く。遠いよ。手に多いよ。ありがとう。犬と2人。ありがとうございます。声が面白くて、はい、ってなります。自分がゲームになるのワンコはね、本当にね、ありがとうございます。楽しがり屋なんです。お盆は絶対に長野に帰ります。なりすましもね、かけれない。お盆は絶対に帰るでしょ、実家に。わからないです。え、帰んないの？帰れんの？帰れんの？ちょっとね、ま、らしいよ。学校もないし。暑い、本当に。うん、おばあちゃん家行くか。え、おばあちゃん、あ、どことか来ちゃいけない。立ち切りしちゃいます、大富豪。え、そうなの、3枚しかできない。明日何しよう。明日って何もないって。マジで、ねえねえねえ、明日何もないよ。大富豪になれるかも、このまま行けば幸せですよ。あ、いただきたい。ここてる、ありがとうございます。誰もありがとう。家来るって誰なの？私のお友達なの？いや、なら、お友達なら、あの、本気で考えるくらい、あの、マジ昨日しおり喜んでる。え、なんか昨日さ、お泊まりに帰り来てね。何やってるの？やば、ふざけただけ。え、なに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 ね、本当におかしい。みゆちゃん変。みゆちゃん変。ねえ、あと3枚、あと3枚、あと3枚。ねえ、ねえ、いけるかもしれない。最近自分の友達がねえ、ねえ、あと1枚ができて、あの、遊んでくれなくなったんですよね。悲しい。悲しいよね。え、そうなの。この価格やばい。勝った？いきます、最後の1枚出しますね。いっせーので、ありがとうございます。どこか、どこか、イエーイ、どこか、どこか、どこか、ありがとう。君の親友って誰？え、多分なりすまし、なりすまし親友です。彼氏ができて、あのみんな彼氏とばっかり遊ぶから、あの、私は遊んでくれなくなったんだけど、昨日はゲレナがうるさいだけですね。妹3人で仲良くて、3人でお泊まりしました。なるか、ありがとう。楽しいですよ。やったやった。
何、ママと妹はどっか行ってんの、はい、遊び行ってるってことですね。ママが来た弟の方、遠征じゃないかな、わかんないけどそっち行ってて、うん、妹がだからおばあちゃんに待ってる。え、これさ、宮本に仕事させられたらマジで泣える、やむ、爪割れそう、だいぶ悩みする普通に、ね、扇風機の音に週2ぐらいで泊まりに行ってたけど、それがなくなっちゃったので、ね、こんばんは、ぴえんなんですよ、ちょっとだけ、だから昨日はめっちゃ一緒にいるとはなちゃんとおっちゃんがいます。そう、はなちゃん、おっちゃんがいる。カキコはカキコはバレてる。カキコバレてる。ゴンちゃん行こうね。行こうね。ゴンちゃん。ゴンちゃん。一緒に行こうね。ゴンちゃんってさ、まだやってるの？定例10時まで。じゃあ無理じゃん。うん。何人で？何人と何人に言って何？じゃあ今から行く？走って。そんなないから。走って頑張って。タクル、タクルってことはなかった、なんか。え、ココミンと対戦中だって。大富豪今ってことはさ、もうやらない方がいいってことでしょ。何が？だって負けるじゃん。次。あ、そうだ。負けたら宮古地とかやられる。カキレナ対戦ありがとうだって。ありがとうございます。大富豪になりました。変な人いる。ありがとうございます。あと。あ、そうだよ。コハピーカキなんか。スコイボンジュール。我々は宇宙人。懐かしくない？何やってんの本当に。私は誰？私は誰？熱い。え、これ声聞こえてるのかな？この声。変な感じの声。お疲れ様。今日もここの声聞いたことある。ある。なんか静かだった。ね、どういう方みたいな。どういう意味を言うの？どういう意味を見たら、え、マジで聞いてめっちゃおもろいの？めっちゃ、めっちゃみんなで笑った。ガチ笑ったよ、俺な。普通に、なんかみんなで。12期の伊藤くん見出すって感じじゃなかった？いや、来た。行くよ。え？あの、めっちゃこれなんて言った？なんて言った？え、イチオシ。レナ、かきれな一押しにしとかないと。え、あのね、なんか、なんだっけ、友人なんちゃらみたいなやつあるじゃん。何それ、ボタン。何それ。でそこ押して、うん、クオミンとこ押すと、ジュニキの糸コミですって喋るよ。にゃえ、何それ。フレンド一覧とかじゃない？あ、それだ。どこだ、これか。友達じゃなかったフレンドだった。いる。なんか音声のやつを押す。どこ、いないよ。どれだっけ、これじゃない。どれだ。え、なんか、あれだ、思い出した、思い出した、思い出した。ポチッとな。あのさ、あ、これで、これをずっと喋る。いや、待って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 、まず、あ、な、自己紹介以外喋るんだ。うん。めっちゃ静かだよね。もう可愛いかな、無用。じゃあ誰聞く？花なんか聞きたい。私。ラスカイボンジュール。可愛い。可愛いよ。こっちゃん大富豪のコメント教えてください。そうだよ。大富豪のコメント？全然ルールがわからない。全くわからない。じゃあこっちゃんの予想するね。うん、ドスコイボンジュール絶対言ってる。行きます。あ、これさ、本当にさ、自分の声。うん、自分の声だよ。なんでなんでなんで。こっちゃんの声。え、そんな声してるんだ。じゃあガチャ引いちゃおう。コビーの声。引いていいね。毎日には行きません。じゃあ、え、昨日ね、え、昨日さ、ガチャね、4回ぐらい引いたの、夜中に。うん。でもね、出なかった、シークレットが。あらま。シークレットなんてあんの？え、なんかキラキラなっちゃうでしょ。こうやって来てんのかな。いきます。はい、ガチャ。あ、めっちゃいいじゃん。見て見て見て。え、それそれそれ。うわー、せーの、せーで、オープン。いきます。はい、先に。え、なんだ、本当だ。次、キンキラーいきます。ありがとう。おー、
誰？あああああ、こっちだ。え、こっちだ。かぎれな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 って多分それね、多分それね、こっちゃんだよ。いきます、最後の1枚かぎれなくるか。せーの、なんでなんでなんで、誰だ誰？ヤビーム。え、さつきち出る率高い。それゲットしたことあんの？ミヤビーム、ゲットしたことあんの？ミヤビームでした。かぎれなくるか。声聞いてみたいから。コメント変えるためにはな、あ、そうなの？そうだよ。めちゃめちゃめちゃ変えます。散歩してる。変な子。私もやりたいな、10連。やり、じゃあちょっと大富豪やりたいので、終わります。じゃあ、あの、花菜のファンの人、レズのところに。じゃあ、13位から読みます。会心。ありがとう。マスコイボンジュール。ボンジュールよく聞くって。パリオリンピックで。え、マジ？流行ってんじゃん。これさ、世界行くんじゃない？流行ってんじゃん。フッド。ありがとう。明日パリ飛んでる。パリ飛んでる明日。パリにいるわ。ありがとう。ビータもレンジルト。レンジルトありがとう。ルカありがとう。え、してよ、してよ。ありがとう。え、待って。嬉しい。待って、明日パリにいるかもしんない。ありがとう。行ってきな、絶対。行ってくるわ、パリに。行ってきます、パリに。エミューは通訳やめろ、絶対できないじゃん。絶対できない。マサ12期2期。あ、この人は12期2期はね、めちゃめちゃ浮気しよう。そうそうそう、12期にみんな来ますかねえ。はい、でもあれだよね、基本的に4人だよね。3位か、3人だね。ありがとうございます。あとお疲れ番ジュールや。ありがとうございます。こんな配信するね。偶然だけど。え、そう、パスポートは持ってないよ。ジェレスね、3人連続でね、ミユの戦えるように、ミユの班の戦えるかな。大富豪するとき教えます。今日はやるかも。やります。配信明日はやるよ。ありがとうございます。メールで教えたりします。でもさ、大富豪さ、確かにミータン通訳できないですね。たらできないね。絶対できなそう。できないよ。あ、茎本れな始まったってきた。仲間の歌なんだけど。え、そうそう、メガホン落としそうになったんだけ どめっちゃ撮ってよ。ありがとうございます。スミータン、ありがとう。おい、こっちゃんと当選したい、あ、対戦したいって言いなさい。え、1分取ってくる。この疲れもんじゃない。パリまで14時間ぐらい。あ、そんなにかかるんだ。ありがとう、データ申し込みして、ありがとう。あ、大富豪の不具合は、あの、治りません。多分、1ヶ月後ぐらい。1ヶ月ぐらい。えー、うん、一緒に戦えたよね。全然治らなくて。でもまた会えるの？え、そう、すごくなかった？早く治ってほしい。あ、こっちゃん。なに？あんた、そっちにいるの？来なさいし。充電するね。待って、逃げないでね。おい、来なさい。あの、その二人、十二期二期と、あの、五十嵐さん。五十嵐じゃない、岩崎さん。なんか、レナすごかったね。ここ見。ヤッホー、起きるの。やった。嬉しい、起きるの。スカイワンジュール。お、え、なんでこんな出るの？起きるのだった？起きるのめっちゃ出てるじゃん。起きるの。おー、みゆちゃん、夜ご飯ないにしよう。みんなさ、みゆちゃんの X 投稿されたからさ、大富豪、こっちゃんの自由。本当に嬉しい、ありがとう。みんな、みんな、こっちゃんを締めにして、めちゃめちゃ大富豪やりまくってね。お願いします。めちゃめちゃやってね、お願いだから。呼んでました。呼ばれた気がした、呼びました。ありがとう、来てくれて嬉しい。こっちゃんのパフォーマンスレベル、うん、ありがとう、嬉しい、ありがとうね。じゃあ、皆さんの今日の夜ご飯は何ですか？夜ご飯何食べるの？夜ご飯、あのお弁当食べようかなと。うん、うん、え、いいんだよ、それで。ありがとうね。ファンと一緒にポイント集めだから、イベント大丈夫だよ。そうそう、牛丼、ねえ、いいな。え、待って待って、今日はマック食べようかと思ったけど、マックじゃないもん食べようかな。探してみよう。うん、はい、なんだろう、どれど、なんか牛丼って言われたら牛丼食べたくなってきた。ね、お肉食べたい。え、待って、コンビニで買おうかな。あ、でもかきれ直し、これチキンカレーです。もう、えぇ、大富豪コメントいいのもらえたメンバーが。あ、そうなの？え、そうなの？でもさ、本人になってないんだよね。5位で。あ、でも、OKOKOK。え、そう、歌はなんか急に声出るようになりました。わかんない、こんばんは。ビジュアル担当です。お、ありがとう。 I love you のギフト、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい、かわいい。ありがとうございます。みんな強い。
ありがとうね、音符。ありがとうございます。I love you。待って、もしかしてイワちゃん。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 でもイワちゃんもともとトスコ推しだからさ。そうだよね。でもありがたいよね。うん。だからイワちゃんとスコイちゃん一途にしないとダメだよ。嬉しい、みんな知ってるよ。モナレタンだから不合じゃん。しかもほらX上がってよ。お、みんなコメントといいねしてね。いけないよ、いけるって。なんだよ、嬉しい、ありがとうございます。こっちゃんの SBA のチェキ買って、お、当たったの、おめでとう。もうスマホの裏に挟むしかないね。3杯出しな。ありがとうございます。本部ありがとう。かけるな、自分を信じたらいつも負ける。あちきりちゃん。ダメだ。この大部分でも切る。めっちゃ強いな。強いね。その後ありがとうございます。こっちゃん、ちゃんです。もう1位なの？ビジュアル担当いいね、いいよ。出身地ビジュアル系バンドマン多いよね。そうなの？どうも見たんから私、おお、いいじゃんいいじゃん。そのまま浮気しましょう。トスコイに来てくださいね。そうじゃん。え、みんなね、トスコイボンジュール。何着るの？言ってないよ。うん、じゃあファイシマった後聞こう。こっちゃんに教えてあげる。いいよ。何？かわいい。いいじゃん。嬉しい、ありがとう。うん、パチギリ、パチギリ。次に出さないとダメだよ。え、もしかして最後に何色？え、一緒かな？いけるやん。一緒かな？イエーイ。でもわかんない。待って、うごだけど。うごだけど。うご。いいやん。いいじゃん。強いよ。うん。強くないよ。強い。ここまである。あるある。こっちすごくない？近かった。ルール知らんかった。近かった。やばいやばいやばい。メール送ってない。ラーメン。おラーメン。トスカイボンジュール、あー危ない、髪の毛ちゃんと設定はします、だいぶ前からシークレットボイス解放だって。ニラミータン、ニラミータンですか。こっちゃんどうすれば会える？こっちゃんどうすれば会える？もう一回やる。え、幕張の、握手会と特会に来てね。もう一回やるって。それか、公園に来てね。せーの、トスカイボンジュールって盛り上げるって何？え、いいじゃん、盛り上げようよ。倉本花です。ありがとうございます。ほんとみんなコメントしてね、絶対コメントしてね。絶対絶対コメントしてね。お腹すいた。これは頑張って。ミユとかミユがいます。ビジュちゃんです。ビジュアル担当かけれなは。え、なんか椅子下がった。仕事頑張ろうね。それを楽しみにして。あ、そういうこと。おっしゃった、間違えて。まだってされてますよ。自分を信じよう。待って、めっちゃ面白い。いつさ、見てて。あ、でもモアメ送りたいんだよ。53今日のピンクだったの、ジェルシー。え、そう、ドスコイの衣装奪われた。カッキーに奪われたドスコイの衣装。あれ、もともとドスコイの衣装。ジェルシーしたいけどさ、スマホが。くっちゃんが、衣装室に入ってきて、なんだっけ、モアメのさ、また来る。あ、結構さ、なんだっけ、すごい人も送ってくるんだよね。なんて言ったんだっけ、なんだっけ。ありがとうございます。何て言ったんだっけ。そう、なんだっけ、あれめっちゃ悪かったんだよね。なんだっけ、なんだっけ。みんな見てね。え、そう。え、もう口の台本も楽しいよ。え、もう今台本落とした。え、でもなんかあのピンクの衣装は背が高い人特権なんですよ。まあね、知らん、言ってたな。え、でもね、なんか靴次水色になってたから次水色。あ、じゃあ次ピンクだわ。あ、そうじゃん。え、待って、チェキ先輩取る。次見た、ありがとう。え、そう、みんなね、すごい送ってくるの。でもなんで前回ちょっと…え、なんか、でも、なんか先輩が背高い、背高いっていうか、先輩来た時にピンクの衣装いつもいなくなる。から…あー、そういうことか。そう。やばいかも、これ。見せて。え、強いじゃん。でもさ…え、肌の…口切りを慎重に行こうとか言ってくれるの？そうだよ。めっちゃいいじゃん、かけるのボイスは。はち切りしちゃうだよ。はち切りしちゃうみたいな。え、一緒だと思う。質問はモアメで募集してます。でもクレアボイスダメじゃん。え、でもほらみんな違うからバラバラ。そうみたいな。え、そうバラバラだからね。はち切りは、え、2位出さないとダメだよ。2位、2位じゃもう勝ちよ。今何これもしかして。ピチピチショーパン。え、でも今日もスカート反対になってた。なんか踊ってたら
アンコールのスカートが踊ってたら逆になってる、あの後ろ側にあるはず、めっちゃ後ろにあるはずの衣装が前にいるっていう、この人強い、ね、そういう人いるよね、部活にちゃう、またするよ、え、なんかスカートがくるって一周回っちゃって、いいですよ、しょっちゃん痩せたのかもしれない、なに、あ、イガちゃんが、イワちゃんだった、イワちゃん、あ、ありがとう、本当に、あ、本当に、あの、見て見てね、あのね、あの、DMM の定点で見て見てね、スカート一周してるから、ありがとう、今日ありがとうね、嬉しい、大富豪の1位、チー強くね、マジで勝てないんだよね、なんか本の人の1位、え、そう、寄せたかもしんない、え、でもね、前回も終わってた、イワちゃんですね、イワちゃん、あのでも前回も一周してたんだけど、またあの急ね、半周してた、半周、え、でも一人で戻したけどね、手紙の前に、オンラインはね、できないんだけど、そう、え、なんかハマっちゃったの、大富豪に、スカート全然可愛かった、え、ありがとう、嬉しい、これ一回やったらお風呂に入ろうと思ったんだけど、20位、よしさん、ありがとうございます、昨日は洗濯物を畳んだ後にずっとやってた、大富豪、ありがとうございます、え、待って、帰ったら洗濯物、マリナーズさん、ありがとうございます、ね、洗濯物取り込むのめちゃめちゃめんどくさくない、ありがとうございます、外まで取り行くのがだって、サンシャインさん、ありがとうございます、あ、お風呂に干してるの、お風呂派なんだ、ありがとうございます、13位、え、なんか外の方が早く乾くから外の外派なんですよ、ありがとうございます、みんなは中派、外派、ありがとうございます、10位、石安圭さん、ありがとうございます、8位、ありがとうございます、9位、ヤッホーさん、ありがとうございます、8位、てっちゃん、ありがとうございます、7位、ハリーさん、ありがとうございます、ヤッホー、ありがとうございます、ラブ太郎さん、ありがとうございます、音符ありがとう、高橋さん、ありがとうございます、4位、ネモさん、ありがとうございます、ピーター、まだ鼻直しは知らない、あ、そうなの、2位、スーさん、ありがとうございます、え、そう、一瞬で外に乾く、だけど取り込むの遅くなっていつも夜中に取り込むんですよ、ありがとうございます、ドスコイボンジェルを、てつみやちゃん、今日いたね、今日いましたね、言ってた、だから、え、19歳だっけって花菜に聞いたの、そう、えって言って、つくもうと思ったけどちょっとやめといた、かきれなお話長いからつくんだな、コメントしておいてください、みんなありがとうございました、バイバーイ、もう19歳だと思ってんのかなと思ってた、かきれなの、 あの自己紹介 MC はツッコミ満載、ツッコめるとこ超ある、出会っても忖度ね、しないでね、ね、忖度ダメなんだ、長野、え、長野いいよね、オイラもいる、お、ヤッホー、マジで、ね、一生やってるから、一生やってる、今度は話しながら、え、切れなそうなの、そう、助かりボンジュール、なんかあるじゃん、マジでお腹空いた、お尻みたいな、え、待って、その人知ってる、あった、なに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 、誰、この子さ、ピンクに、え、待って、何やってんの今、ピンクね、いいよかったよ、ピンク、かわいかった、え、今何やってんの、今ね、なんかよくわかんない、え、何、怖い、怖い、配信だけってこと、うん、え、みんなは、お盆は帰りますか、実家に、私は厚切りは慎重に、ね、やばいね、じゃあこのまま慎重に行こう、で、名前、ね、そうだよ、ね、危ない、ね、厚切り、縛ってほしい、ありがとうございます、縛りは縛ってほしいって言われるから縛っちゃう、縛っちゃおった、今日も顔バレないようにお仕事で、え、待って、どこら辺の席にいた、なんかちょっと縛っちゃうの、縛るって何って感じ、ね、縛るって何、なんか数字だけとか、うん、例えばハートだったらハートを、うん、ハートの3だったらハートの次が4じゃないと、ハートの次が5じゃないとみたいな、え、なに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 、なんだ、しまってほしい、しのぐつぎ購入者限定購入が、おー、いってらっしゃい、はなないますよ、いますよ、大富豪やりますか、バスカイボンニュール、本当にお腹空いちゃった、めちゃめちゃお腹空いた、ルール知らなくて今日ほぼご飯食べてない、エレナもね、食べてないよね、
また立ち見だね。知ってるよ、見えてた。え、もう一瞬で分かった。あ、いる、いるって。立ち見だって思う。え、でもかきれのさ、99になった。昨日言うことによってたら。自分のラジオ。え、かきれなってかきれなって呼んでるっけ。かきれな。レナじゃない？レナか。100以内に入ったから、みんなに見られる気がしたの。じゃあ、仏像読みます。悩ましいね。いきまーす。13位群馬のターちゃん、12位ズガさん、11位銀河の踏切さん、10位カラムーチョ、9位クマさん、8位福さん、7位マサ12期2期、6位トモトモ、5位ブタシちゃん、4位ポテチみどり、3位中さん、2位岩崎き、なんだっけ、きよしさん、1位エイジさん。漢字読めない、ありがとう。え、19歳になったの、うん、なってないよね。18歳なんだけど、だって誕生日の配信父がいたから配信してるよ。時間に行こうかな。あ、ごめんね。いいよ、全然。ありがとう。お腹沿いだ。お腹沿いだ。誰か突っ込んでくれてたの。誰か突っ込んでた方の人、19歳って言ったの。ちょっと分かんなかった。うんね。結婚して。いやぼん。いいよ。で、いいの？みんなと結婚するの、これ。最初理由つけた。長添いだ。けど理由がなくなったから。理由がなくなった。いいよだけ、いいよだけで言うのよ、最近は。ねえ、待って、終わるね、10時で。ね、10時しかでまでしかできない。ご飯いっぱい食べまーす。え、もう短パン卒業したからね、いっぱいご飯食べれる。気をつけて帰ります。バイバーイ、おやぼーん、バイバーイ、おやすみ、ボンジュール、明日パリにいるかもしれない、バイバーイ。パリパリボンジュール。